はい、皆さんこんにちは。一分間の日本語のコーナーです。はい、现在我们要一分钟学日语，来到哪里呢？今、我们今天有助教、哦。はい、助教来，你好。你好。伊沙さん。こんにちは。こんにちは。はい。伊沙さん、今私たち今どこに来ていますか？今リゾナーレ小浜島に来ています。リゾナーレ小浜島，就是我们在小冰岛的リゾナーレ。这边也是台湾来的朋友。Hello， 大家好。好 ，Emily。是 Emily， 所以我们今天呢，三个人一起来学日文，好不好？嗨，嗨。我在想说，今何を待っていますか？日の出を待っています。我们现在在等日出。日の出就是日出，对不对 ？Sunrise。Sunrise。いや、サンセットは日本語なんて言うんですか？日の入り。日の入り就是日落。好，哇。然后我现在手上拿的是コーヒー，对不对？コーヒーが飛べますよ。为什么说咖啡会飞？因为今天的風が強い，风很大，好，風が強い。はい、じゃあこれ海ですね。海です。はい、じゃあ海。那么ビーチは砂浜ですね。砂浜ですね。好，海边叫海，那砂浜就是沙滩的意思哦。你看这些沙滩很白哦，とても白い砂浜ですね。はい。白い就是非常的白。じゃあ今日の天気はいかがですか？は、これから晴れていく予定です。はい、我刚刚问他说今天天气如何，他说接下来会变得温暖。变得晴朗。今天まだ曇ってますね。最近曇ってます。好，那要不你要不要教我们一个？你看得到什么？你就讲一下。嗯。我的日文其实并不是很好，所以只好说。好。那必须说。没关系，我来给你看。我们现在这边看到那个。カメラマンさん，对不对？カメラ就是这个摄影机。カメラマン，嗨，嗨，啊，カメラマンさんも日の出を撮っています。啊，就是我们今天来拍这个日出，所以呢，哇，今天学了好多，今日はいっぱい習いましたね、習いましたね。はい、ありがとう。はい、谢谢你，石原さん。谢谢 Emily。またね。おお。我的咖啡都洒出来了。